広島が今日のゲームはトーナメント準々決勝です。この時間はサンフレッチェ広島対ガンバ大阪、こちらをご覧いただきます。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。サンフレッチェ広島がこの試合は 3-6-1 のシステムで立ち上がり臨んできました。そうですね、数あるフォーメーションの中でもサイドバックの運動量が一番多いシステムがこの 3-6-1 ですよね、はい、ディフェンスの枚数を補うためにサイドはウィングバック的な役割をする必要がありますよね、うん、あとは特徴でもあるワントップをどう活かせるかがポイントになりますよね。ゲーム開始です。コナミカップ準々決勝、サンフレッチェ広島対ガンバ大阪、もちろん満員の観衆。裏へ出るか、ボールが迫る、クロスを選択、ここは通しません。さあどうする、パスをつなぎます、縦へ送る、スペースを狙う、いいボール入りますよ、スルーパス、さあ来たか、これはクリア、スペースにいいボール出たんですけどね。ここで受けて、おいい形じゃないですか。さあ宇佐美、大きく縦へ、さあカウンタースピードを上げたいところ、一旦前を取る、勝負なし、スペースを狙った、ライトに出した、このスルーパスは通りません。キーパーからのロングフィード、ここはつながりません。縦へ送る、さあ松本、裏を狙う、教わったフィード、シュート、いやー、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。ガンバとしては先ほどからサイドの活性化が目指しますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引きになってくるほどこういった形を取ることが簡単できられてますけどね、全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあ、サイドが積み上がしますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね、ここ拾って次につなげたいガンバ大阪、ここはつながりません。ここで受けて、おいい形ですよ、さあ来たか、どうだ、クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。このコーナーはどうだ、ボールが上がる、このクリアボール次へつなげたい、さあどうする、チャンスを演出できるか、上げてきた、シュート、キーパー、いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ黒川、パスをつなぎます、縦へ送る、前半29分が過ぎました、もうこれいいでしょ、フライ飛び出した、シュートが抜けるか、抜けてくる、これはどうだ、シュート、いやドリブルで切り込んでいき、シュートを打ったんですが、これは決まりませんでした。非常にバングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコースを見つけてましたよね。ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。コーナーキックです。このコーナーはどうだ、ボールが上がる、来たか、広島はここクリアで難を逃れます。いやーキーパー素晴らしいですね、いい仕事しましたよね。さあ来たか、一旦前を取る鈴木、今日はこのまま0対0で折り返すのでしょうか。前線へ長いボール、
激しいボールの奪い合いです。新井このボールに触ります。半田裏を狙っていきます。緩いボールでしょ。さあ広島完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。足元ではなくて、やはりこう少し出してるボールがね、非常に効果的ですよね。ここで受けて縦へ送る。お、いい形じゃないですか。スルーパス来ましたよ。さあ抜けた、いけるか、チャンスになる、来た、シュート、おー、いやー、一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。足元ではなくて、やはりこう少し出してるボールがね、非常に効果的ですよね。自らドリブルで切り込んでのシュートでした。プレスに行くんですけどもね、うまくこうボールをさばかれてしまうので、ボールの奪い方、奪う場所、明確になりませんよね。これ仕掛けるか、さあ来たか、見られていくか、ちょうど抜けるか、抜ける、シュート、いやー、先制、前半はアディショナルタイムです。絶妙なタイミング、ライン際の駆け引きからゴールが生まれました。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、何かボールを奪っていくぞっていう勢いのあるスルーパスですよね。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してたイメージが共有できていないと、こういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。さあ、おっと、これは試合を止める笛のようです。前半から得点が動いています。さあ、前半いかがでしたか。広島としては前半の半ばぐらいまではね、いい戦いをしてるなと思ったんですけどね、結局先制されてしまいましたね。後半はまずしっかり守ってレースを握っていくことでしょうね。モナミカップ準々決勝、サンフレッチェ広島対ガンバ大阪。ではこの後の試合をお楽しみください。後半キックオフです。この一番でどれだけ平常心でいつものプレーができるのか、そこが大事でしょうね。はい、裏のスペースを狙う、このパスを防ぎます。キーパー前へ蹴り出します。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。さあ繋がるか、残りでしょう、裏飛び出した、この位置で受ける、ここは通しません。一森大きく前線へ、このボールはカットされます。いいプレッシャー、これを読んでいました。カウンターを仕掛けていきます。スルーパスを出す、来ましたよ、このパスが抜ける。さあどうする、一旦前を取る、撫でるようなボールタッチ、右サイドへ振ってボールが上がる、ここでいいでしょ、シュート、ゲット、ガンバ、いやー、大きな追加点。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。まあ胸トラップからのスープでしたけども、蹴る前にゴールまでのイメージがしっかりできていたんでしょうね。これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これは打つ前のパス交換が綺麗でしたよね。相手ディフェンダーは完全に翻弄されて対応遅れてましたからね。やはりマークを振り切る動きと、ここで決めることができる決定力が、この素晴らしいゴールを生んだんじゃないでしょうかね。広島はメンバーチェンジがあるようです。さあガンバ得点を重ね2対0という展開。ガンバとしては2-0のリードは大きいですよ ね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いない。これはどうだ、これいいでしょ、シュート、やった、サンフレッチェ、
スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、本当に際どいところを狙ってのスルーパス、オフサイドかなというところへのボールっていうのはね、やっぱり決定的なシーンにつながりますよね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いやこの采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきますよね。さあ、あと1点です。広島安打、広島としては今日はポゼッションで負けてますよね。なんとかして手を打っていかないとこのまま押し切られてしまいますよね。青山スルーパスを狙う、これはファウルでしょう。スパイクを見せてスライディングしたかのように見えましたが注意に終わっています。開きましたよ、前シュート飛ばそう、ハットこぼれてる、クリア。このピンチをなんとか出します。トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュート打てますからね。同点のチャンスでしたが決まりませんでした。いやこれ相手からすればかなりヒヤッとしたでしょうね。コーナーキックです。ここで受けて、さあ中央へ、どうだ、もうこれいいですよ、どうする、さあゴールに向かっていく、シュート、今度はどうだ、ヘディングでした。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュはちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。中野、ここは一旦バックパス。青山、この試合アシストを記録しています。青山から右へ細かくパスをつないで攻め込んでいきます。いいプレッシャー、ないですね、裏のスペースを狙う、いいでしょ、裏へ飛び出した、どうだこのシュート、来たのか、サンフレッチェ、いやここに来て同点。今のボールシーン中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いやチーム全体で非常にうまく攻められましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、基本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。いやドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いやパスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してたイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手にペンダーも一歩対応を遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。ガンバはベンチに動きがあります。さあ広島見事な同点劇を見せています。そろそろ延長なんていうことも頭によぎる時間帯なんですよね、はい、いろんな意味でここからの監督の采配っていうものが見ものだと思いますよね、はい、さあ来たか、おいい形じゃないですか、中で味方の選手が待っている、さあどうだ、もうこれいいでしょ、絶好のシュート防いだ、まだ広いタイカット、足元のクロス、いやそのままキーパーが抑えました。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。裏へのスルーパス、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな、鈴木、さあ左へ預けて左サイド上がっていく、来ましたよ、さあどうだ、ここは通しません、ルーズになる、いけるか、激しいボールの奪い合い、うおー青山これはファウル、注意に終わりました。やはり抜けるとチャ
ャンスになるところですからね。なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。まだ笛はなりません。ここは踏ん張りどころですね。さあどうだ、来たか、そうだ、いやー、ファインセーブです。直接でしたが止めます。いい反応を見せましたよね、キーパー。キックも悪くなかったと思いますけども、ここはキーパーの方が一枚上手でしたね。コーナーキックです。このチャンスどうだ、ボールが上がる、ちょっと浅いか、まだある。さあどうする、外側から攻めていく、これ仕掛けるか、もうこれいいでしょ。素晴らしいパス、来た、シュート、いやこれは見事なゴール、決まった。いやこれは素晴らしい。いやなんという、もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。でもポストに跳ね返ってましたから、キーパー取れませんよ。ディフェンダーの間を縫ったシュート、見事ネットに突き刺さりました。いや意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。さあガンバ、しかしここでホイッスル、今大会にピリオドが打たれます。3対2、広島惜しくもベスト4進出は叶いませんでした。北澤さん、試合の総括をお願いします。広島としては残念な試合結果になってしまいましたけど、この試合を反省材料として次はもっと先に進めるように力をつけていってほしいですね。はい、ありがとうございます。スタジアムを興奮のルツウへと叩き込むという試合展開でした。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。コナミカップ準々決勝、広島が3対2で惜しくも敗れています。